皆さんこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチの方やっていくんですけど、今日使っていきたいポケモンは新たなテラスタイプで、活躍しているザシアンということで、まあ、今日はねザシアンを使っていきたいなと思います。まあ、今回ね使っていくザシアンなんですけど、まあ、先々月最終1位がね地面テラスザシアンを使っていたということで、まあ、地面テラスザシアンがねちょっと増えていた時期もあったんですけど、まあ、元々はねなんか水だったり、まあ、クロバトレックスにね強めなノーマルとかが最初流行ってて、まあ、地面が流行って、みたいな感じだったんですよね。ただ、今回、まあ、先月か。まあ、先月のザシアンで、最も、勝ち馬だったザシアンじゃないかなと、僕が思ってるのが、電気テラスザシアンですね。まあ、今回ね、使っていく構築が、まあ、先月のザシアン構築で、僕が一番好きだ、まあ、強いんじゃないかなと思った構築をね、使っていくんですけど、電気テラスザシアンね、まず、ザシアンが呼ぶ水タイプの高耐久、ヘイラッシャにも、まあ、ちょっと刺さるし、まあ、水テラス、巨ジオンの俺が使ってた水テラスだったり、まあなんか水テラスされるんですよ、ザシアンって結構。で、そこに対しても刺さるっていうところで、まあかなりね、強いポケモンだったんじゃないかなと思ってます。で、まあパオジアン、ザシアン、まあキラクロールでいこうかな。うん。まあこれでいきましょう。対戦相手の皆さん、よろしくお願いいたします。いや、ザシアンね、電気テラスね、マジ強かったわ。ミライドン使ってて、まあきつかったっていうのもあるんで、まあだから体勢面として、まあ電気テラスって優秀だし、まあ、ザシアンの攻撃面として、水の高耐久、まあ、巨獣山がね、入らない高耐久ポケモンに惹かれるってことが結構あるんですけど、まあ、そこにもね、ちょいちょい刺さるよっていうところで、これむずいな。まあ、かなりね、強かったんじゃないかなと思ってますね。とか、まあ、間違いなく強かったわ。うん。ガチグマから来るのうまいな、選出。まあ、つららでいきますか。まあ、相手がね、まあ、テラスしてくれたらしてくれたで、まあ、悪くはないか。悪くはないけど、まあ、ノーマルテラスだったり、フェアリーテラスだったりするから、まあ、どっちなんだろうっていう、まあ、気になるのはあるよね。ただ、まあ、これでザシアンのじゃれつくが、あ、ノーマルね。はいはいはい。まあ、コライドンに対して、まあ、通りやすくなるっていうのが、まあ、通りやすくなるとか、まあ、テラスタクがなくなって通るようになって、まあ、当てたらね、倒せる。偉いなぁ、それから入ってくんの。はい。まあ、でも、できればちょっとここは、当ててほしい。オッケー、ナイス。で、まあ、これで居住山圏内には入りましたよと。まあ、ただ、込めて、ステロマイテく意味があまりない。で、相手は、ま、コライドを投げてる可能性があるので、まあ、キラフロルが腐るわけではないというのを考えると、まあ、ここは適当に不意打ちで切りますか。はい。おっしこれ、タスキか。あ、タスキでテラス切ってくれたんだ。それはなんかありがたいな。うん。タスキなの？あ、まあまあまあ、CS シルクとかもあんのかな？なんかめちゃめちゃ柔らかかったような気がするけど、いや、これむずいな。まあ、ザシアンから入るか。ザシアンから入って、ただまあ、どうしていくかっていうのは結構難しくて、どうしていこうかな。裏が誰なのかとかにもよるし、まあ、ここ絶対真空波なんで、なんか身代わり打ってもいいんだよな。いや、どうしようかな。じゃれつく打って、でいや、ハッセムはまあ別に問題ない。で、電気テラバースト打つ、ヘイラッシャ来る。まあちょっとむずいよな。身代わりを見せない方が、まあラッシャに対してアド取れるとかあるんで。いや、じゃれからちょ、ラッシャ引きまで、あるんで、欲張ってじゃれ打つわ。一旦ね。まあそうだ、ここは欲張ったけど、HP1 のガチグマに打ったけど、まあラッシャ来る可能性っていうのが十分にあったんで、OK 当てる。偉い。ちょ、ゴツミやめて。まあ、最終1位レンタルだな、これは。多分ね。まあ、とはいえ、まあ、こっちがやることっていうのは何も変わらないんで、いや、違うわ。と、身代わりでいきましょう。これは、炭代わりで、で、あくび打ってくるから、あくび打って、OK、偉い。いいね。この身代わりが刺さる。でも、相手からすると、あ、身代わりも、もう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 、あ、全然いいっすよ。みたいな、まあ、顔はされるわけよ。ただよ、ただ、許さないよというのが電気テラバースト。はい。これね、偉いよね。え、なんかその、崩しに特化するザシアンって結構剣舞なイメージあるんだけど、なんか身代わりと範囲で崩すっていうのも、いいよね。その、まあ、ヘイラッシャで止まらないとは言わないけど、まあ、ヘイラッシャに弱くないっていうのかな。止まらないっていうとね、ちょっと、うわ、偉いな。まあまあまあ、安定なんだよな、その、まあ、身代わり見て、ヘイラッシャって、まあ、罪ポケモンに対する天然っていうのが強力なんで、まあ、これが安定なんで、まあ、絶対勝てるってわけではないから、もちろん難しいけど、相手、初手ノマテラ切ってんの偉すぎね、マジで。
ガチで偉いな。まあ、テラバースト打ちまして、まあ、ウェーブタックルは反動も入るからね、そこはちょっとありがたいけど。あ、いいダメージ入る。オッケー。で、ウェーブタックルで相手守りたいけど守りたくもないでしょ。え、これタックだからね。一応。まあ、こっちは、まあ、身代わり張って、正直ウェーブタックル打たれるのが、もう最悪中の最悪なんで、まあ、こちらの取る行動っていうのは、ぶっちゃけ電気テラバーストしか、まあ、押せないんですけど、いやー、これ裏、コライドン投げてなかったらちょっとやばいな。まあ、テラバーストで。いや、そうだよね。相手もまあ、守るはね、できないからね。で、まあ、身代わり張ってもよかったけど、オッケー、ナイス！いや、強いね。電気テラバースト身代わり。ヘイラッシャーの時代、ちょっと終わりますよっていうね。ガチグマ、オッケー。まあ、真空波で、削りを入れるってことだよね、これは。いやー、メガネムンフォな。いや、引いて、ステロワーク。メガネムンフォだったらさ、フロルに引いてマットショットで勝てない？それで行くわ。あ、オッケー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 。あ、これ多分、相手古来で、まあ、じゃれつく、じゃれつく、外したら負けか。まあ、しょうがないな。まあ、これはしょうがない。ジャレツ外して負けたら。で、こっちより早い雑誌、古来は基本スカーフだから。いや、どうしよっかな。引いてましょう。でもいいけども。ドレインパンチの打ち合いだと勝てないんだよね。相手これテラスが残ってないから逆に。まあ、引いてマットショットでもいいけど。まあ、ジャレかな。ちょ、当ててよ。ダシアン。やっぱヘイラシ。いや、ワンチャン耐える、ワンチャン耐える、ワンチャン耐える。いや、まだいける、まだいける。え、まだいける、まだいける、まだいける。待って、何してんねん、マジで。まだいけるよ、まだ勝つよ。え、まだ勝とう。勝てないな。勝てないな、ドレインパンチ打たれる。いや、勝てないな、これ。どうしたらいい。え、でも、ドレインパン、ドレインパン耐えるんだったら、フレドラ、オッケー、フレドラなら。いや、いける。フレドならワンチャンいけない。え、ワン、いや、ワン無理だな。いや、マジか。お前何してんだよ、マジで。マットショット打ちます。ドンチ。だからこれ、ニトチャレンダでいいもんね。うわ、最悪。晴れからそう、まず。晴れからして。相手ここからニトチャしか打てないでしょ。フレドラ耐え、いや、耐え、ザシア、お前なら耐えれる。お前、この試合は泣けちゃいけないやつでしょ、絶対。いや、相手ラス1来ないならうまいっすね、フロルに対して。晴れが、あと、2ターンでしょ。だから2ターンは、まあ、いけるな、ニトチャ、ニトチャは耐えるでしょ。あ、耐えないけど、まあ、いいや。まあ、いいか。晴れは終わるから、最大だってフレドラ？うわ、耐えねえよ、絶対。え、なんかあるか、なんかあんのかな。まあ、こらえる打っても変わらない。なんかあるか、こらえる連打意味ない。これだって相手 S 上がってないもんね。まあ、しょうがないな。これはどうせ晴れ枯れるから変わんなくて。そうだね。どうせ S 上がってるからね。S 上がってるから。最悪だ。ジャレスクに嫌われた。ヘイラッシャーにジャレツクなんて打つんじゃなかった。あの1回をこっちに持ってくるべきだった。なんか耐えてくれない。フレアドライブ晴れないでしょ。ワンチャンない。活性もないし。耐えろ。ダシャン。お前は全てが優秀。バランスタイプ。それがお前の売りだ。バランス！オッケー！当ててよ。これ2回外したらもうおもろい。もはや楽しい。オッケー。いや、危ない。マジで。危ない危ない危ない。ということで、対戦相手の方ありがとうございました。まあまあこんな感じでね、まあ、ヘイラッシャー入りを、ザシアンで破壊する方法ですね。身代わり電気テラバ。まあかなり面白いですよね。しかもなんか汎用性あるんだよね。結局なんかザシアンって、あんまりテラス切らないで戦うんですよ。鋼フェアリーが優秀で。俺の、ザシアン先月使ってたんだけど、ステラで使ってたんだけど、まあそういうイメージあるんで、
意外とね、テラバーストを、打てなくなったとしても、まあ、居住ジャルと自身の耐久とかね、耐性で戦えるんで、まあ、なんかかなりね、強いんだよね、ザシアン。で、しかも電気テラバーストでヘイラッシャーで止まらないということで、対戦相手の方、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。さやかさん、よろしくお願いいたします。相手巨ジオンということで、でもまあ巨ジオンは水巨ジオンでしょ、ザシアンに来るってことは。まあわかんないけど、俺は前期水巨ジオンでザシアン見てたけど、まあその場合身代わり電気テラバーストでぶっちょぶちょにできます。あ、そもそも身代わりザシアン無理だからね、巨ジオンとか。だからなんかその雑誌を受けるって並大抵のポケモンではできないの。あ、水耐性の、高耐久じゃないとできないから、まあそこに刺さるんだよね。いや、ケンプよりももはや、身代わり電気テラバーストってやばいわ。まあ、とりあえず、まあ、ザシアン軸にはね、海流通していくっていうのが基本的に強いんで、まあ、ゴツメ海流、リュウマイなんでね。とか、リュウマイゴツメ海流がね、強すぎて、先月俺ザシアン使うのやめたからね。うん。まあ、ということで対戦相手のさやかさん、よろしくお願いいたします。まあ、でもザシアンね、まあ、先月使ってた感想としては、本当に自身のタイプが優秀なんだよね、そもそも。だからなんか試合が綺麗、再現性が高い試合ができるというか、で相手に無効化され、まあ電気テラバーストは一旦置いといて、まあ居住じゃれ、インファ草分けあたりとかはまあ無効にされることがないから、なんか黒窓未来と違って、なんかある程度マジで再現性が高い試合をね、組み立てることができるっていうところで、まあなんかザシアンを使ってる面々はそういう思考で使ってるんだろうなって、なんかザシアン使いちょっとね、好感度が高い。まあ、とりあえずこの対面は、まあ、開くていいかな。まあ、こいつにザシアンがテラス切ってくれたら、それはそれでいいっていう話は一応あるんだけど、ああ、オッケー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 。まあ、だから第一打てばいいっていう話もあるんだけど、なんか水テラス剣舞とかされるって聞いたんだよね。ああ、だからあくび打った。まあ、一応ね、水テラスが順位的には一番高くて、まあ、ザシアンといえば水がね、やっぱ、まあ、耐性優秀理論水だからね。ただ、これも電気テラバーストが通、あ、待って、それ、耐えんのかな？乱数じゃない？ない？うん。耐えないよね。うん。まあ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 。まあまあではないけど、俺これさ、ディンル直帰かなとか勝手に思ってたけど、ステラなのかな？まあ、水テラバーストってことは、じゃれうない可能性がちょっとあるんだけど、剣舞草分けのやつ。まあ、水テラスだとしてね、テラバーストないやつ結構いるんですよ。ただ、じゃれつくあった時にめんどくさいことが起こるから、まあ、雑誌でいいかなぁ。てか、正直相手雑誌は重いよね。雑誌案の電気はね、体制としてかなり優秀で、相手の雑誌案の、居住山も半減にできるし、ミライドンの稲妻ドライブも半減にできるし、とかで、まあ、体制面も優秀だし、まあ、相手、その水テラスを雑誌案軸に切ることが裏目ないって考えになるんですよ。あ、まあ、裏目本来ないんだけど、まあ、この電気テラバーストで裏目が出てるっていうね、まさかの、水テラスの裏目っていう。まあ、ただ、ここね、ワンチャン上取ってんじゃないかなと思うけどね。なんかガチグマワンパンできるのさすがになんか A 振ってる気がする。あ、ちなみに最近のザシアンは、パオカミ、あ、上取られてるか、ま、しょうがない。パオカミの上を取れるっていう、まあ、強みを捨てて、みんな A、めっちゃ振ってる HA ですね。まあ、みんなではないけど、大体。まあ、ね、A 振りね、軽が高い、ザシアン。昔のザシアン思い出せるね。てか、陽気 HS なんてね、もう火力なさすぎて俺は使えない。うん、オッケー、いい。で、裏、これね、ディンルーがちょっと厄介だけど、まあ、直帰ディンルーならジャレで落とせそうだし、オッケー。で、直帰じゃないやつってさ、地震耐えるよね、こっから。ザシアンなら耐えるよな。ザシアンなら。耐えるよな。なんなら、オッケー、ナイス。うん、まあまあまあ、直帰っぽいよな。なんか、巨ジオンが残飯で、ステロマキビシの残飯じゃないから、お盆の可能性はあるけど、まあ、これは、相手水テラス切ったせいで終わったな。多分そうだよね。巨ジオンにテラスを切りたかったんだよ。雑誌合いに。まあ、巨ジオンの方がね、楽だったんだけどね。まあ、ここは身代わりしなくていいかな。うん。まあ、本当はね、巨ジオンにテラスを残しといてくれた方が、こっち的には、身代わり電気テラバーストでぐっちゃぐちゃにできたから気持ちよかったんですけど、まあ、なんかガチグマの圧でね、相手が雑誌合いにテラスを切ってしまったせいで、まあ、巨ジオンがね、ザシアンに投げてはいけない岩タイプのポケモンになってるということで、ナイスだね。まあ、やっぱザシアン軸使ってて思うのは、本当に水の高耐久ポケモンと水のテラスタルを誘うから、まあ、そのなんかテラスタルへのカウンターだよね、この電気テラバーストっていうのは。かなり強いなと思います。オッケー、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。よろしくお願いいたします。相手ね、古来軸なんで、
まあ、これは、ま、パオジャンを最終的に通していきたいので、まあ、パオフロールでいこうかな。まあ、相手ね、結構特殊アタッカー、な、古来がトンボ返り系で、まあ、裏が、まあ、うねる源か、イーユイの特殊アタッカーで固めてるように見えるんですけど、まあ、見えるだけじゃなく絶対そうだな。どうしよっかな。これね、ザシアン投げなくてもいいっちゃいいけど、まあ、でも神がいるんで、まあ、ザシアン投げといた方がいいかな。まあ、パオジャンで、初手のポケモンに圧かけて、コライドンならフロル引いて、で、銅が来た時に、まあ、銅に対して圧かけるポケモンとして、まあ、やっぱザシアン投げとくか。うん、これでいきましょう。対戦相手の方、よろしくお願いいたします。まあ、なんだかんだ言ってね、伝説投げとく方が強いからね。まあ、ただそうなると、まあ、うねる水面がちょっと厄介だったりすんのかな。うん、まあ、うねる水面に全て上から動かれちゃうから、晴れかの時に、晴れがある時に。で、まあ、うねる水面に対して多分全員ワンパンされるよね。水テラスだと。なんで、まあ、パオジアンで、うん、相手にね、テラスを吐かせるっていうのが理想だが、スカーフトンボだけ、ここでコライドンがテラスを切ってこないと。ただ、相手パオジアン受けがいないので、まあ、スカーフなわけがないよねというところまで、選出段階で一応見えてはいたので、まあ、ここでね、テラスを吐かせつつ、キラフロールに引くというね、まあ、一番強いムーブをしていきましょう。ただね、まあ、これね、強いムーブなんだけど、まあ、読んでくる人はいる。全然。オッケー。まあ、一旦ね、これがね、対コライドンへの強いムーブなんだけど、まあ、カバルドンほど露骨ではないけど、キラフロールもね、電気、直気、毒入る。あ、オッケー。これでかいな。で、一旦ザシアンのじゃれつくを、トンボオッケー。まあ、オッケー。まあまあまあ、オッケーだな。結局。まあ、相手はね、トンボ返りで、後続のポケモンね、選べるわけではなくて、まあ、結局ね、レッドカードでランダムで相手の裏をね、引っ張り出すことができるんで、まあ、銅以外だったら全然いいかな。で、銅だとね、ちょっとまずい。うわ、うねる水面来た。うねる水面が。ま、でもザシアンで、まあ、切り返してはいけるから、まあ、だからパオジアンを通すっていうプラン通りには試合を組んでいけそうだよね。うん。で、毒入る。まあ、テラスは、テラス入ってもあんまり意味ないから、で、こらえるに身代わりする。まあ、こらえる意味も正直、ないけど、別にどうせワンパンされるし、こらえない意味もないな。うん。で、まあ、うねる水面はね、メガネもいるけど、弾も存在するから、弾だった時に、毒ダメ2回、弾ダメ2回、アクテラス不意打ちとかで、縛ることができてるんだったら、それはそれで、かなりでかいんで、弾、はい、毒。いや、ワンチャンいけるな、これ。で、なんなら2連コライロをね、決めちゃったりなんかりしちゃったりして。まあ、決めたら絶対不意打ち圏内で、まあ、アクテラスしなくても済みそうだなというところで決まらない。ハルターンが1、2、3。はい。アクアジェット、うん、一応イバンとかそう、まあ、劣化だ、まあ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 、いいか。まあ、アクアジェット、打ってきたならまあ、猛毒にできたけど、たまにね、猛毒じゃなくて、ただの毒状態の方が強い時があるんだよね。どうしよっかな。どっちから入ろうかな。ザシアンから入って、でもな、相手裏的に神だとした場合、パオの不意打ちで、いや、パオでいいな、別に。いや、でもアクアジェットでタスキ潰されんのか。ザシアンだな。それはザシアンだわ。うん。で、晴れターンがどれぐらいかっていう話はあるけど、晴れたんがラスト1で身代わり残せるんだったら身代わり残したいけど、2だから、まあ、ここは、まあ、居住打ちますか。まあ、多分、ハイドロスチームとかで、まあ、倒してくるとは思うんですけど、まあ、ザシアンはね、まあ、今回この3試合目は、おっと、相手引っ込めてくる。コライドンバックならじゃれつく打つべきだったけど、あ、どうね、どうして、はい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 。まあ、そうだね、どう残しといても、俺の戦術どうに隙がないからね。で、毒菱回収。なるほどね。あ、危ねえ。劣化で銅来てたら、危なかったな。うん、かった。は?待って、銅。いや、まあ、天然なのは分かったんだけど、まあ、一味代わりするか。いや、でもまあ、パオジアンである程度、縛れてはいるんだけど、パオジアンで古来がワンパンできないから、タスキまで削られて、地震か。まあまあまあ、素直地震だったら居住で、倒すからいいんだけど、なんかあくび展開が嫌だったんで身代わり張りました。なんなら再生かなと思ったんだけど、
HB 天然ドーナでいんの？え、待って待って、固くね、こいつ。まあでも絶対天然だよな。え、マジか、なんかザシアン。銅に強い駒としてお前を選出したんだけど、ちょっと悪い方向に働きかけてはいるなと。え、巨獣では落ちるから、え、ちょっと待って、再生やめてね。再生安定なんだよ。あ、地震 OK、 OKOKOK、まあ、それならいい。急所に当たらなければ、急所に当たっても全然耐えていった。いや大丈夫大丈夫、ザシアンね、耐性耐久ともに優秀だからね。で、しかも今回はまあ、ザシアンのね、特性弱体化がね、あんまり響かないような試合展開になってるから、まあ、巨獣で倒しましょう。ザシアンね、俺の中でトップ4ぐらいに強いわ。まず、古来未来クロバトがトップ3で、次ザシアン、4番目。で、次が、まあ、世間的にはテラパゴス。で、俺個人の、自分が最終日使う伝説ランキングだと、テラパゴスは、俺は使いこなせないんで、まあ、テラポゴスは俺の中ではなしなんだけど、まあ、身代わりはニトチャで負けちゃうんで、まあ、じゃれつくで、これ当てなきゃ やばい。オッケー、当てる、偉い。で、アクテラ吹いていけるでしょ、さすがに。まあ、古来寺君にはね、パオジャンを通すっていう考え方はね、かなり強い考え方の一つで、うん。で、まあ、最初にね、初手に投げたパオジャンを、通すっていう考え方ね、あまりしないんですけど、これがね、かなり強いんですよね。うん、で、不意打って、まあ、うねる水面に引かれても、これまあ多分、電気テラスって直帰なんで、まあ、不意、アクテラ不意は通るんじゃないかなと思います。いや、なんかね、個人的にね、やっぱ直帰炎の強い点って、まあ、炎を見ただけだと、まあ、直帰ってバレないし、まあ、例えば、トンボ返り見ただけでも、まあ、スカーフなのかな。まあ、今回は特性でバレるけど、その、テラスだけで見たときね。型をバレないとかもあるから、なんか個人的にやっぱそういうところで、炎チョッキとかは、なんか型のテラスだけでバレない。まあ、この間でやっぱテラスを切らないと不安定なポケモンなんで、まあ、そこがね、偉いなぁとは思いますね。まあ、最近はね、トレンドが炎チョッキだったりもするんで、まあ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 、型バレたりもするんだけれどもね。うん。で、パオジャン、タスキ残ってるんで、これは、なんでもいいな。てかでもこれあれだな、レッドカードで、うねる水面が、てか相手どうなんだ、選出。でも HB なら投げれるね。まあ、銅の HB って俺の中では存在しないポケモンだと思ってたからね。まあ、砕くでいきましょう。タスキ残ってるんで。はい、流星群。まあ、これは、絶対耐えますね。タスキなんで。はい、OK。ということでね、いい感じに、まあ、この試合パオジャン通したんじゃないかなと思います。まあ、今回ね、僕が使ってるザシアン軸。まあ、前期のザシアン軸で、なんか一番強いなと思った、僕の中でね、思ったザシアン軸だったんで、お借りしたんですけど、マジでいいね。だから電気テラスが、まあ、呼ぶ水タイプ、水テラスに対するテラバーストとしても優秀なんだけど、耐性としても電気ね、やっぱ麻痺が入らなかったりとか、まあ、いろんな強い点あるんだよね。あ、コライドの電気もそうですけどね。うん。まあ、なんでね、そこら辺はかなりね、いいポイントだったんじゃないかなと思いました。それではまた次回に動画でお会いしましょう。バイバイ。